サミュエル・デビッド・ディー・レイは、第二次世界大戦時のアメリカ海軍軍人、潜水艦艦長。名誉勲章受賞者。最終階級は少佐。1906年9月13日、テキサス州ダラスに生まれる。1930年6月、アナポリスを卒業。潜水艦乗りとしての訓練を受ける前には、戦艦ネバダで勤務した。 潜水艦 S-20 で勤務中に、第二次世界大戦が始まると1942年12月2日、ハーダーの艦長に任命された。d l は彼の潜水艦を敵の正解圏下にある水域部角に導き、日本への通商破壊を行った。その部群は目覚ましく、d l は従軍聖章、四度の海軍十字章に輝いた。d l の指揮下で、 ハーダーは戦闘において抜きんでた戦果を挙げ、プレジデンタルユニットサイテーションを受賞した。ハーダーの最も輝かしい5度目の紹介では、駆逐艦2隻を撃沈、他2隻を大破させた功績によって名誉勲章を受賞している。しかし1944年8月24日、6度目の紹介において、ルソン島沖で敵苦戦艇の爆雷攻撃を受け、 ハーダーが撃沈された際戦死した。死後、潜水艦乗りの中の潜水艦乗りと称えられ、護衛駆逐艦 D 0は D 0の栄養を称えて命名された。ありがとうございます。